3年目に製造され、平成8年にこの一畑電車にやってきました。団塊時代には2万1000件と呼ばれ、ズームカーの愛称で知られていました。ズームカーといいますのは、平坦な区間から山の区間まで広範囲に走行できることから、カメラのズームレンズに例えてズームカーという名称がついたと言われています。4編成ありました。この3編成車両、現在2編成となっています。